ついていくだけでは上位は難しいのかなと思いますね。さあいよいよ残り3周になりまして、先頭にいたペーサーが外れてペダルオン、一気に加速します。本格的なレーススタート。さあここでまず積極的に動いていきました2番手にいた1番ホワイトのタラヤ豊、ここで先頭を奪い取ります。しかしまだ大きくペースが上がっていかない中、お互いが牽制していく中、残り2周となります。2番手には4番ブルーの木村美奈子も控えております。さあ外からいる時間が長くなる中、木村がこのまま前に出切りたいところ。さあここでジャンルになった、いよいよ完了になって残り1周となります。2番手には1番おまつのサナヤが控えて、その底には2番ブラックの長澤武史、ここから来ました。2番ブラックの長澤が動いていく中、先頭を守りきれるか、4番ブルーの木村今フィニッシュ、最後2番ブラックの長澤が刺したかどうか。全6周で行われますピスト6、残り3周となりました。いきましょう、ペダロンで本格的なレーススタート。ここから一気にペースが上がります。さあまず動いてきました、2番手にいました、こちらも優勝経験3回の実績がある2番ブラックの徳田匠が先頭となります。その後ろには4番ブルーのアダニア正史、3番手は5番イエローの田中宏明という展開です。さあまだペースが大きく、はい、徳田選手、伊藤慎選手の動き見ながら、はい、この辺りで合わせて踏んできそうですね。そうですね。さあ5番手にいました伊藤慎がここで動いてきました。その後ろから松山も動くという展開。さあジャングナスター、いよいよファイナルラップ、そのまま伊藤慎が前に出切りたいところだが、ここでしっかりとバチバチとやり合っている2番ブラックの徳田匠、そのまま先頭通過となるか、今フィニッシュ。徳田がうまくレース、このはい、後方にいました6番グリーンの伊勢崎昭弘がスルスルと前を伺おうかというところで、さあ残り3周となりましたペダロンです。このまま最後方にいた伊勢崎が先頭に躍り出ました。そしてその動きを見て2番手にいた2番ブラックの児玉、この堀江の動きにしっかりと合わせていきます。堀江は2番ブラックの児玉の後ろにつくという展開から、いやいやそのまま前に出ていきます。自ら行きましたね。はい、積極的に動いていく。さあこの後の2番手どの選手がつくか、3番レッドの山本健也が1番ホワイト堀江の後ろについてくるという展開。さああっという間にこれだけの差になったファイナルラップ、速さを見せる1番ホワイト堀江翔吾、その後ろ3番レッドの山本健也、3番手は5番イエローの富岡恭平、強さを見せる堀江今先頭でフィニッシュ。さすがのレース、圧巻のレース、過去10回の優勝。後方から三浦選手早めに動いてきましたね。そうですね。まもなく残り3周になろうかというところ、最後方にいた4番ブルー三浦雄太が動いていきます。このまま先頭を譲りました。1番はアンバイ選手です、はい、ただアンバイ選手も少しポジションキープしてしっかり取りに行ってますね、はい、さあそしてさらにその外からは5番イエローの佐藤、そしてその後ろからさらに来ました3番レッドの高橋、はい、目まぐるしく先頭が入れ替わっていく中、3番レッドの高橋浩二が先頭で一旦落ち着きます。2番手には2番ブラックの木村直隆、そして外から来ましたこの人、1番ホワイトのアンバイ大勢がさあ先頭を伺おうかという中、いよいよファイナルラップあと1周となります。ここで強さを見せる、残り半周でさあ先頭に出た3倍体勢、盤石の体勢、しっかりとコントロールして今フィニッシュ。おっと最後どうか、2番ブラックの木村直隆が最後刺したかどうか。5番イエローの金山選手の動きに追随して、さあ残り3周となりますペダロンです。はい、後方で早くに動いてきましたね、これは、はい、金山選手の動きに合わせていったのは4番ブルーの中村選手です。さあそしてその外から来ました2番ブラックの酒井選手、外にいる時間が少し長くなっているか、どうだ、ちょっとこれ並走苦しいですね。そうですね、なかなか収まることができません。その中でいやしっかりと合わせていきます、4番ブルーの中村選手、この辺りの動きはさすがです、はい、中村選手いいポジションキープしてますね。さあそして5番エロの金山英二が先頭で今ファイナルラップです。ここで来ました、1番ワイトの荒川仁志、残り半周です先頭。さあこのままあっという間にこれだけの差をつけて盤石の走り、今フィニッシュ。先頭通過は地元千葉。
そして2番ブラックの神田怜央選手も、まあ、優勝経験がありますがこの人は第1コースということになっております。さあペダロンです。残り3周。さあ当然各選手がいやこれよくわかります。川端選手の動きをよく見ています。神田選手も前から揺さぶっているんですけども若干2番手と3番手、4番ブルーの菅田選手とそして1番大下の川端選手の間が空いているかどうか。竹村選手うまい具合にこの川端選手後ろ入ってますよね。はい、しっかりと後ろについていけるかどうか。いやここついていきました。さあ川端が動いていきます。ここでジャンが鳴って1周半というところから動いていって、さあラスト1周ファイナルアップ。この強さです。皆さんご覧ください。川端智之現在28連勝中。連勝記録を伸ばすかどうか。今先頭でフィニッシュ。当たり前のように先頭通過をしていきます。一番ワイド川端智之。ということで、まあ、長澤選手も、ね、過去4回の優勝実績がある選手、そして伊藤選手は6回の優勝実績があります。さあ行きましょう。ペダロンです。はい、先ほどの、ね、デイのレースでは伊藤選手は2着だったというところもあってキスる思いがあるかと思います。はい、さあ動いてきました。いや長澤選手かなり伊藤慎選手見ながら、うん、そうですね、先頭に立ちましたね。はい、チラチラと間違いなく伊藤選手の動きを警戒しながら長澤がズンズンと進んでいきます。その後ろには3番手の三浦雄太がついてくると展開。そして3番手に伊藤慎です。さあここから徐々にペースが上がっていきます。ジャンが鳴りました。残り1周ファイナルロップ。さあ依然番手は変わらず長澤が先頭キープする中、さあ外でいきました。ここで伊藤慎、伊藤と長澤のバトルとなるのか、逃げ切るか差し切るか。今フィニッシュ。イエス。最後刺したのは当然注目が集まっております。さあいよいよ残り3周となります。いきましょう。ペダロンです。さあここであっとまず積極的に動いていきましたね。5番エロの佐藤智也きました、ね。はい、そして3番レッドの山本がつくという展開の中、さらにその後ろから4番ブルーの穴井が動く。各選手積極的に動いていきます。非常に面白い展開です。さあここで来ました。一番相手の徳田匠早いタイミングで動いていきます。そうですね、いやこれであっという間にこれだけの差になりました。6番グリーンの野中がついてこの2人が先頭そして2番手という位置。さあそんな中でファイナルラップあっという間に残り1周そしてこれだけの差になりました。さあ岡野選手突っ込みができるか。この2人の争いということになるのか。一前一番相手の徳田が先頭キープして今フィニッシュ。徳田拓海、はい、3周かというところ。いつものようにこの金山選手が後ろから動いていきます。さあペダロンです。かなり積極的に動いていきましたね。積極的に動いていくが、いやこれ突っ張っていきます。一番ワイトの安倍体制。いやしかしこれは先頭を一旦譲って先頭は4番ブルーの金山ということになりますが、いやかなり外にいる時間が長くなっているかどうか。これで収まっていきます。先頭です。いやー外ゴリエ選手ショートから来ましたね。ゴリゴリに落ちていきました。ここで来た2番ブラックゴリエ翔吾が先頭。さあ2番手には1番ワイトのアンバイ体制がいる中、この強さこのメンバーの中でも強さをキープする2番ブラックの堀江翔吾先頭をそのままキープして縦に長くなった中今フィニッシュ。強い強すぎる2番ブラック堀江。さあ各選手まだ大きな動きはありません。チラチラと2番手に控えています。1番相手のサナヤが展開を伺う中ペダロンとなります。静かな立ち上がりとなりました。残り3周を切っています。神田選手後ろ見ながら、そうですね、まだペース緩めてますね。はい、さあ後ろから来ましたお祭り男伊勢崎明宏が進撃となります。最後方から一気にぐんぐんとスピード上げて、さあ2番手に収まりました。収まりましたね。はい、さあこれによって依然先頭は神田ということになるわけですが、さあどのタイミングで他の選手たちが仕掛けてくるか。さあこのまま神田が先頭のままファイナルラップ突入。ここで来ました一番ワイト佐野谷豊。
さあこれにしっかりとついていけるか3番レッドの神田。しかしここで先頭に出た1番ワイドのサラエータが先頭のままホームストレッチ今フィニッシュ。いやー各選手が本当に いポジション取りがありましたので、はい、ここもかなり手強いですし前には松山選手もいるということで、そうなんですよね、はい、さあペダロンとなります。まず積極的に動いていきました2番ブラック竹村洋介ここで先頭に躍り出ます。その後ろ3番レッド松山圭介が2番手そしてさらに外から来ました1番ホワイト荒川が行きます。さあここで先頭を奪い取ってその後ろには同じく優勝経験あります、はい、木村選手すごくうまくついてますね。さあ位置を取っている中さらに外からスルスルと5番エロの本田も行くかというところ。しかしこれは一度後ろに下がっていきます。さあジャンカネが鳴りましたファイナルラ。その中で依然先頭は1番ホワイト荒川その2番手ここには4番ブルーの木村もつくというこの優勝経験のある2人の争いとなるのか最後させるかどうか今フィニッシュ。最後4番ブルーの木村湊が刺したかどうその後ろ誰が取るかというのが一番大きいポイントですね。反応していかに動けるかというところになってきます。さあペダロンとなりますが当然まずは川端の動きを見ていきます。各選手竹内選手が内からスルスルと川端選手の後ろつきましたね。そうですね。いやそしてそれを押し出されるような形になったのは6番グリーンのアダニア。そしてアダニアがそのまま前に出ていきます。先頭はアダニアに変わります。さあ残り2周となりましたがまだペースが上がりません。ほとんど変わっていかない中さあどこから各選手が動いてくるのか見ていきましょう。さあ3番レッドの酒井がここで積極的に動いていく中残り1周となる中川端の動きが気になります。ファイナルラップに突入。さあここで来ました残り200このスピードこの加速力ご覧ください。これが川端智之あっという間にフィニッシュ。なん